プロフェッショナルな引きこもり、プロフェッショナルな引きこもり。空港に到着しました。 Just landed at Queenstown Airport and I decide to buy SIM-free smartphone for New Zealand. 今回はレンタル Wi-Fi じゃなくて SIM-free スマホを買うことにしたので、これからボーダーフォンストアに行きます。その前に車を借りなくちゃいけないんだけど、レンタカー会社の事務所がわからない。はいはいはい、レンタカーをピックアップして新しいスマホを買ってこれからホテルにチェックインします。レンタル Wi-Fi を借りるよりももうスマホを買っちゃった方が安いということでね、スマホを買いました。ただね、 SIM フリー携帯もあのボーダフォンで買えるのかなと思ったら買えなくて、結局SIM フリー携帯ではないんだけどボーダフォンのプリペイド携帯を買いました。好きなだけチャージできるの、使う分だけ。また次回ニュージーランドに来るときにチャージできる。で、あとは一つ失敗したのが、三脚忘れたよ、カメラのための。 I forgot the tripod to bring here from my place even if I'm 引きこもりの風上にも置けないよ、三脚がないなんて。一人撮りするんだから。雨が多いという予報だったんですけど、今のところ天気はいいです、とてもいいです。数日分の食品も買い込んだし、これちょっと落ち着いて計画を立てられるかなというところまで来ました。仮宿にチェックインしました。これからもっと山奥の方へ行くんですけど、今日はそこのホテルに行く手前の宿泊施設です。キャンプサイトみたいな感じなのね。トイレもシャワールームも離れたところに施設があって、共用で使う、なんかキャンプ場みたいな感じ。今クイーンズタウンのレイクワカティップのあたりをふらふら歩いてます。散歩してます。今日は釣りをしないでちょっと散策してみたいと思います。なんか新しいフラット建物がたくさん建ってる感じがするな。クイーンズタウンに着きました。しかしカメラ用の三脚を忘れてしまって買わなくてはいけない。街に行かないと多分売ってるところがないので、三脚を買いに行きたいと思います。 I forgot to bring my tripod from my place so I have to buy the new tripod at the city in Queenstown because there is no store more countryside